そうですね、正直本当ほっとしてます。本当に今年に入って病気したりとか怪我が続いて、やっぱりこう本調子で自分のプレーがなかなかできてなかったので、やっぱり自分のコンディションがやっぱり 100% でできることが少なかったので、メンバー発表にあたってすごく不安、正直不安だったんです。でも今日名前を聞いてすごくほっとしたと同時に、本当いよいよだなっていう、もう今日からというか、もうオリンピックモードに気持ちも切り替えられたなという感じです。毎回というか、いつもやっぱり大会がオリンピックとか大きな大会になる前にこう怪我だったり何かしらハプニングがある大会、いつもそうだったので、やっぱりそのオリンピックで活躍できるために、もしかしたらいろいろ試練があるのかなっていう思います。この喜びを一番誰に伝えたいですか？そうですね、まずは両親、家族に伝えたいのと、あとは本当に日頃からお世話になっているトレーナーさんをはじめメディカルスタッフの方と、あとすごくいつも応援してくれる友達とかにこの喜びを伝えたいと思います。このロンドンオリンピック、サッカー選手澤穂希にとってどんな大会にしたいですか？そうですね、もう年齢的にも考えて多分もう、最後のオリンピックにもなるかもしれないですし、やっぱり集大成として本当にやっぱり結果にこだわりたいですし、やっぱオリンピックでまだ女子サッカーでメダルを取ってないので、やっぱりメダルをぜひ取るという結果を残したいなと思います。やはりその4年前北京で、あと一歩の時ではメダル取れなかった、その悔しさがやっぱり澤さんをここまで強くした、その思いですか？そうですね、北京五輪でメダル取れなかった悔しさがあってのやっぱりワールドカップ優勝でもありますし、今回の、オリンピックにかける思いでもありますので、やっぱり本当にその悔しい思いをした4年分をこの大会にぶつけられたらいいなと思います。本当はやっぱり一番輝く色の金メダルと言いたいんですけど、なかなかやっぱり本当にこの前、アメリカと対戦してもそうですけど、簡単に勝てる試合は一個もないなって思いますし、やっぱり多分皆さんの期待はやっぱもちろん金メダルだと思いますし、その期待に応えられるように金メダルって言いたいですけど、もうとにかくもうどの色の、色でもいいので、メダルを取りたいなって思っております。そうですね、本当にたくさんの方々に、応援していただいて、今の自分があると思っているので、その応援してくれる全ての皆さんに、結果を残すことでしっかり恩返ししたいと思いますので、ぜひ引き続きこれからも応援よろしくお願いしますと伝えたいです。前回のオリンピックの時に苦しくなったら私の背中を見てっていうことで、周りの選手たちが澤さんの背中を見てついていたと思うんですけども、どんな戦いというかどんなプレーを見せたいですか？そうですね、今の、もっともっと本当コンディションを上げていかないと、そういうプレーにできないと思うので、でも自分なりにベストを尽くして頑張りますし、 もしかしたらもう今回は後輩たちの背中を見て自分も頑張るような気もしますし、本当にみんなで力を合わせて頑張りたいと思いますし、自分も試合に出てチャンスをいただければ、やっぱり本当に最後まで諦めず走り続けることを、ちゃんと約束します。大会の最後の舞台に立って最高の笑顔を見せてください。頑張ります。ありがとうございます。